大公国の第二代大公全名は、カール・ルート・ビヒ・フリードリヒ。初代バーデン大公カール・フリードリヒの孫。1786年7月8日、バーデン・ドゥルラハ編境迫、カール・フリードリヒの長男であるカール・ルート・ビヒと、その日で、ヘッセン・ダルムシュタットハクルート・ビヒ旧姓の娘で、ある、アマーリエの間に、第六子として、カール・スルウェで生まれた。 兄のカール・フリードリヒはこの時すでに没していたため、1801年に父がスウェーデンで自己死すると法廷推定相続人となった。バーデンは1803年に先帝公となり、さらに1806年に新生ローマ帝国が解体すると大公国となった。1811年に祖父が死去するとカールは大公位についた。当初バーデンは、 ライン同盟に加盟していたが、1813年のライプツヒの戦いの後はフランスから離れた。クレメンスメッテールニヒが主催したウィーン会議に参加し、1815年に成立したドイツ連邦の原価名国となった。1818 18年12月8日にラシュタットで死去。息子は共に養成していたため、おじのルートビヒ一世が対抗意を継いだ。 蘇生不明の捨て後、カスパーハウザーに関する噂の一つに、カスパーハウザーは1812年に誕生後すぐに死去したとされたカールの長男であったというものがある。1806年4月8日にナポレオン・ボナパルトの幼女であるステファニー・イド・ボアルネとパリで結婚した。彼女との間には以下の子供を設けた。ウィキメディア・コモンズにはカールに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。